パルスアは地図中央から半分ほど南下したザムアとエリッピの中間に位置している。パルスアは古代のイラン西部に存在した部族王国、主張国。紀元前860年から紀元前600年までザグロス山脈の中央部ザムアとエリッピの間に位置しサナンダ州ジュの南西に位置していた。パルスアとは古代ペルシア語のパーサーバに由来する言葉で原義は 国境や国境地帯だと推定されている。パルスアは南東に位置するペルシスとは異なる。いくつかの報告はアケメネス朝の祖先であるテイスペスはパルスアからペルシスへの移住を主導したことを示唆している。紀元前1000年期の前半から主にアッシリアの記録に登場している。この地には多数の小王国が存在し、それぞれに王がいた。アッシリア王。 シャルマネセル3世の碑文によれば、紀元前843年のディアーラー側の原流域とザグロス山脈の中の地域への彼の軍事遠征によってパルスアの国土と都市は破壊された。次に、紀元前835年に同じ地域にもう一度遠征していた際に27人のパルスアの王トールが自発的にシャルマネセル3世に降納してきた。 紀元前828年には、アッシリアの将軍ダヤン・アッシュールが、パルスアの地での戦争を指揮していた時に、多数の王トールがこの能を申し出た。この王たちの都市はいずれも、申し出を却下した将軍によって占領され、略奪された。翌年、ダヤン・アッシュールは再度パルスアに遠征して、城塞都市のプシトゥー、シャラホマン、キニハマンを含む、多数の都市を占領し破壊した。 シャルマネセル3世の息子で、後継王のシャムシ、アダド5世は、彼の3度目の巡行で、内里の地に行った際に、パルスアの施設から効能を受けた。エジェルジー、ゾアストリアンヘリテッジザザグロス。ザヘリテッジサイト、2014年4月9日閲覧。ガーショビッチ、イリア、ベインフィッシャー、ウィリアム・ウェイ・ボイル、J、ザ、ケンブリッジ・ヒストリー・オブ・イラン、2。 ケンブリッジユニバーシティープレス、P62、ISBN 9長7805億2120万912、https://books.google.com/.books、i d b u b a 9 3 2ド d クピ p グラム g コール p a 6 1 d q ル、o ウサー p a 6 2 m 1 2 0 0 9年1月15日閲覧。 abcdefgh, ハスローパーサー w, ブライス t, ザラウトレッチ p529 ありがとうございます。